さんこんにちは。モンハンサンブレイクはソロプレイヤーが多いと公式が発表しています。そうなの？モンハンはマルチが楽しいと思うけどね。盟友が優秀すぎるんだと思うよ。確かにそれはあるよね。バフかけてくれるの強いし。ただ、マルチに参加した時に、下手なプレイヤーが多くてマルチをやらない人もいるらしいよ。練習してる武器だった、とかではなくて？それもあるかもしれないけど、そこで今回は下手なプレイヤーのあるあるについて話していくよ。私がさらされるんだね。誰もそんなこと言ってないよ。じゃあ始めていくよ。まずは敵の攻撃を避けられない人、サンブレイクから駆け虫アクションが追加されたんだけど、私もよく使うよ。被弾した時に駆け虫使って後ろに飛んでいったり、横に飛ぶのは良いんだけど、前に飛んでってよく落ちてしまっている人がいるよね。ほらやっぱり私のことだ。前に突っ込んだら連続で被弾して、落ちてしまう確率が上がってしまうので、できれば後ろに飛ぼうよ。次のモンスターの攻撃によっては、何もしない選択肢とかもあるけどね。ついつい突っ込んでしまうんだけどどうすればいいかな？どうすればって、まずは後ろか横に飛ぶようにしよう。そうすればいつりにくくなりそうだね。一番は同じモンスターに何回か挑んで、攻撃パターンを覚えることだけど、なかなか全部のモンスターはハードルが高いよね。好きなモンスターならいけそうだけど。それだ、得意なモンスターを見つけることも大事だね。突っ込んでいっても被弾しないモンスターを探しに行こう。おいそれじゃあ上手くならないだろ。次はアイテムをケチって使わない人だね。どういうこと？例えば、体力ゲージがほんの少ししかないのに、飛躍を使わないとか、最悪のパターンは回復しないプレイヤーもいるね。他人任せってことかな？なんで回復しないんだろうね。回復しないプレイヤーに聞いてみたいね。私は途中で飛躍がなくなる。おつらないように飛躍使ってるんだよね。それならしょうがないと思うよ。飛躍がなくなったらグレートを使えばいいよ。あとは罠とか閃光玉を使わないとかかな。閃光玉はマルチでは嫌がる人がいるかもしれないしね。近接武器種の人はカウンターが読みにくくなるからだね。ソロなら使いたい放題だからたくさん使います。アイテムじゃないけど、領具生物を使わない人もいるよね。クエスト始まって鳥を集めるんだったら、道中に使えそうな領具生物が1匹くらいいそうな気がするけど、この前マルチでクエスト行った時にお肉物が目の前にあるのに、素通りしてった人いた。あやま、領具生物も活用したいよね。使えるものはどんどん使っていきたいね。戦闘を有利に進めるために、アイテムをどんどん活用していきましょう。次はどんな行動なのかな？次は一撃必殺技ばかり狙うプレイヤーかな。完全に私だ。兜割りばかり狙ってる。兜割りに行って全部当たればいいと思うけど、逆にダメージ食らうのは違うかなって思う。確かに大技に行ってダメージ食らうとダサいよね。兜割り縛りのプレイヤーだったりして。縛りプレイはソロでやってくれよ。普通は大きな隙ができた時に大技を出すと思うけど、漫画みたいに、大技 vs 大技は考えない方が良さそうだ。一体何を考えてるんだ？おそらくモンハンのプログラムも、野球と同じで攻めと守りがあるから、相手が攻めている時は攻撃をかわして、相手が守りの状態の時に攻めるといい感じになると思うよ。早く倒せるように戦うではなく死なないように戦う。これを意識して戦うようにするね。大事なことだね。大技ばかり狙うのではなくてジャブも効果的に使っていきましょう。次は、装備が適当で武器種特有の必須スキルがついていない。例えばどんなスキルかな？わかりやすく例えるなら、弓の貫通矢を撃っているのに、貫通の強化スキルが入ってないとか。なるほど、装備を作る段階でちゃんと調べてないってことね。その通り、明らかに適当に装備を作ってクエストに行ってる人、確かにあるあるかも。適当に装備作ってると、火力が出ないだけでなく、本来の武器の性能を引き出せてない戦いになるんだ。
だからうまく立ち回れなかったり、オツする回数が増えるんだよね。確かにそれはあるかもしれないね。扱いきれなくて、違う武器種に移動とかありそうだもん。だから装備を作るときはちゃんと調べてから作らないとダメなんだよ。私もちゃんと調べてから作るようにしよっと。ちゃんと防具の強化もしておいてね。最後になりますが、そもそも上手くなる気がない。結論から言うと、ゲームは楽しめればいいって考えの人もいると思います。別に上手くなくても下手でも楽しめればそれで OK って人ですね。完全に私です。でも楽しみたいし、上手くもなりたい。それが最強だよね。仮に行くよりも、装備を考えたり、重ね着の組み合わせを考えたりする方が好きって人も多そうだよね。そうだね。だから上手くなる気がない人は下手ってことだね。誰かに下手って言われたら上手くなる気がないって言おう。それでは今回は下手なプレイヤーのあるあるについて話していきました。モンハンではいろいろなプレイヤーがいます。マルチが大好きでワイワイやりたい人、一人で黙々と狩りに行く人、私は可愛い重ね着を作ることをずっと考えてます。そういうプレイヤーもいるよね。今回勉強になったのは、他人に迷惑をかけすぎないように準備してからクエストに行くこと。早く倒せるように戦うではなく死なないように戦う。特にマルチプレイの時は気をつけるようにしていきます。下手なプレイヤーでも一生懸命が伝わればいいと思うよ。あとは、上手い人の真似するより自分ができる基本からやっていけば、上手くなっていくと思います。久しぶりに良いこと言ったね。いつも良いこと言ってるよ。励みになるのでぜひチャンネル登録してってね。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。